どうやら今日はこのモンハン T シャツを着ながら話すべきのことよ、おわだな。はい、てなわけでモンスターハンターワールドワイスボーン PV2 が出たわけなんだけど、なんとね、まだ1ヶ月経ってないんだよ。 PV1 からまだ28日しか経ってないので、この周期で出すってことは発売日が9月の6日だから、まあ、あとは2個絶対出る。いや、間違いなく出るね。んで、PV2 と一緒に新情報もいっぱい出てきたから、それについて、まあ、話しながら俺の感想なんかも話すわ。まずはこれ。新拠点セリエナ。まあ、これはまあ、本当に歩いてみないとわかんないから、まだ何も言えないな。で、それよりもこっちよ。セリエナを支える新設備。蒸気機関管理所。拠点の運営に必要な動力を賄う新設備で、燃料を焚いて蒸気を生み出す。燃料はクエストクリアによって自動で貯まるほか、アイテムや鉱石素材を燃料に変換することもできる。燃料を貯めて施設を手伝うと、さまざまなアイテムをもらうことが可能。まあ、調査ポイントみたいな感じの新しい、まあ、ポイント的なやつだよな。で、こっちも見てほしいんだけど、燃料を消費して拠点で使われる蒸気を作り出そう。鉄への成果に応じて、さまざまなアイテムをもらえる。クエストの合間に行える推し順を当てるチャレンジゲームで蒸気を生み出せ。もう何を言ってるかわからん。クエストの合間に行える推し順を当てるチャレンジゲーム。いや、もうなんか完全に新しい要素だよね。あの歴代のモンハンにはなかった要素だから、まあこれはもう発表待ちとしか言いようがないね。ただあの E3 で新情を出すって言ってるから、まあここら辺のなんかプレイ映像が E3 で出るはず。んで、次はこいつよ。PV にもいた、なんか少し違うレイゲーナ。これマスターランクで、変わったモーションのレイゲーナではなくて、新モンスター、いて刺すレイゲーナっていうね、ちょっと姿も違うんだよね。わかる？これ首元とか、なんか足元とか、すごいなんか霜が、翼とかの方がわかりやすいな。霜がなんか、バババババーって生い茂ってるじゃん。だからもうなんかそういうレイゲーナ。臨海ブラキとか、激怒ラーシャンとか、キガイビル城とかと同じ、まあ、部類のモンスターだね。二つなじゃないけどさ、いや、レイゲーナに出るんだって感じだよね。いや、なんか PV 見た感じだと、なんかつららじゃないか、つららでいいのかな、まあ、下からつららって無臭してるか、なんか、まあ、つららみたいなのがバババーって既存のモーション打った後になんか生えてくるみたいな感じだったね。まあなんかすごい厄介そうな技だった。見てて、うわ、これめんどくせえなーって思ったわ。で、モンスターの話から一旦それるんだけど、公式サイト見ればわかるんだけど、渡りの池地をそもそもアイスボーンで発見した経緯っていうのが、レイゲーナが群れをなして飛ぶとこを見かけて、それを追っかけてったらあったって感じなのね。で、渡りの池地がそもそもずっと近くにあったなら、まあ、レイゲーナが飛んでるとこなんてさ、もう何十年もやっぱ一気段からいるんだから、気づくわけじゃん。で、今回初めて気づいたってことは、やっぱ、周期的に渡りの池地がこうやって、なんか、海を、動いてて島、浮き島なんだよ、多分。だからこうやって、今回来たから、まあ、レイゲーナがそれに反応して、まあ、行ったって感じだと思うんだよね。だから名前が、まあ、渡ってきてるから、渡りのいてちだと見た。うん。で、PV 見た感じだと、まあ、40年周期に1回来るって感じなんかもしんないな。で、はい、次、ティガレックスよ。いや、質感、やばくない？マジでやばいと思う。こんな感じになったんだーって感じだよね。でね、結構なんかティガのイメージがでもちょっと違う気がするわ。あ、でもいい感じだと思う、俺はすごく。なんか違くても、それはそれでなんかこっちの方がいいなって思えるような、なんか、異なる感じだったね。日本語やばくね？日本語やばくね、今の。で、図体がちょっと大きくなっているような気がしたんだよ。なんか、うってなった。なんか、うわ、これ攻撃避けにくそうって。なんか、で、なんでかなと思ったら図体がなんかでかく見えたから。まあね、PV だからかもしんないけどね。で、技はまあ従来の技だったね、全部。んで、オドガロンとの縄張り争いよ。なんか、ちょっとがっかりしたんじゃないけど、ちょっとショックだったんだけど、オドガロンと互角にやり合ってたんだよね。いや、我らがティガレックスがオドガロンと互角なんだ、みたいな。オドガロンと同レベルなんだ、ティガレックスって思った。まあ、そんなオドガロンって強かったんだなって、同時に思ったね。普通になんだろう、オドガロン、そんなメインモンスターと張り合える枠だと思ってなかったから、謎のショックがあったね。謎のショックだった。あの、一方的にボコってる感じじゃなかったからね。で、イベルカーナだ。こいつなんかね、 PV ではあれだよね、氷で自分の体を小細工してた。小細工してたよ。角生やしたり翼に氷まとわせたりみたいな。で、まあ死んだらおそらくだけど、
氷が溶けると思うから、それが楽しみだね。で、技の方もね、なんかすごい技してたね。地面からいっぱいなんか氷みたいなのが生えてくるみたいな。え、なんだあの技って感じだわ。楽しみ。んで、次がモンスターライズだね。これどこのモンスターハンターストーリーズ？これはあれらしいね。お供がジャガラスの友達になるじゃん。そしたら、なんか自分も乗れるみたいな。自分も乗れて、マップにピンを刺すと、そのマップのピン刺した場所に運んでくれるんだって。まあ、これ割と便利よな。ちょっとガチでさ、もう髪が長すぎて邪魔だからこうやってちょっと話すね。で、なんか他にもね、指示をしてない場合は、モンスターの攻撃を追いながら、トコトコトコって言ってくれるらしいの。だから、その時に多分回復局とか飲めるのかな。なんか書いてある感じだとそんな感じだね。狩猟準備ができるって書いてあるから。指笛で呼び出してライドオンってもう完全にモンスターハンターストーリーズなんだよな、これ。これ腕疲れるわ、これお前。で、これ PV で受付嬢が持ってた石なんだけど、これすごい気になるね。まあ、ラスボス関連なんじゃないかなって思うけどね。やっぱりモンスターハンターはホースじゃなくてホーカーがすごいなんか、連想しちゃうよ。団長がさ、シャグルマグラの鱗持ってて、俺はこいつを持ってる、ん？こいつ、この鱗の持ち主を探してるんだみたいな感じで、まあ、シャガルマガラだったっていうオチなんだけど、なんかそれに通ずるものがあるよね。で、まあもう今回の目玉と言っていいでしょう。こちら。この画像ね。まあなんか、リオレイヤーがハンターの目の前にいて、後ろに、まあなんかティラノサウルスみたいなやつがいると。で、まあ結果論じゃない。結果的にこれはディノバルドなんだけど、いやー、ディノバルドかーって感じじゃない？まさかクロスから来るとは思わなかったなぁ。やっぱり外伝的な存在だからね。まあ、それも言ったらサードも外伝的存在で、ジンヨーが来てるからまあなんとも言えねえか。いやー嬉しいね。ディノバルド大好きだから。PV こう見てて、なんかリオレイヤーが急に出てきて、うわ、なんでリオレイヤーなんだろうと思ったら、ディノバルドの鳴き声と斬撃みたいなのが、エフェクトみたいなのが出て、あ、なるほどねっていう、クロスやってるやつならわかると思うけど、リオレイヤーとディノバルドが縄張り争いしてるムービーあるじゃん、クロスに。代表的なムービーの一つだよ、クロスの。あ、だからそのシーンのオマージュ的なあれねって感じで、まあクロスやってる連中はみんなここで、おーってなるわけよ。はい、以上、さらば。ちょっとあれだわ、新要素で話し忘れてたやつがあったわ。まずこれ、ルームサービスがマイハーツから顔を出しており、拠点にいる状態でもお友達探検隊などの設備を利用することができる。で、これさ、めっちゃ便利になったね。なんでかっていうと、今まではマイハウスに入んないと、そのルームサービスがいなかったんだよね。だからこう、ロードも挟まなきゃいけないし、で、モハンワールドってロードめっちゃ長いじゃん。で、そのロードが、マイハウスに戻る必要がないと、ないから、必要ないと。これめちゃくちゃ便利じゃない。でさ、お友達探検隊多分俺やったことあるんだろうけど、俺、微塵も記憶にないんだよね。わかんない。やったことあることさえ、嘘の情報かもしれん。嘘の情報ってなんか、脳みそがおかしくなってなんか、やったことないのにやったことあると思ってるかもしれん。なんか、デスギアの、まがまがしい布とか、お友達探検隊で、ゲットできるんだよね、確か。で、デスギアの足かなんかが匠にとかある記憶があるのね。で、それは実際合ってるのよ。足かどうかわかんないけど、どっかに匠に、か、匠一があって、で、それを覚えてるってことは、要するに、まあ、自分で作ったことあるものしかやっぱり覚えないから、人間って。人間っていうか、俺はね。だから、あ、作ったことあるのかなって、これ何の話これ。これ何の話？てか、むしろこのお友達探検隊のシステムをね、知らない人も俺めっちゃ多いんじゃないかなって。俺、モンハンワールドやってるやつの7割ぐらいはこの機能知らないと思うんだけど。だって、マイサーブじゃないわ、ルーム入ってさ、だって話しかけてわざわざ、で、お友達探検隊って項目あるんだよ。え、気づかなくない？ライトユーザーとかもう9割気づいてないと思うんだけど、俺。で、次はこっちや。アイテムボックスの隣にはお供管理があり、ハンターの狩猟準備とともにお供管理の設備も利用できる。これ、逆になんでなかったってやつだよね。ようやく来たかっていう。ワールドに絶対なきゃいけないシステムだったと思う、これ。これ何かっていうと、まあ、お供の装備を変えられるところなんだけど、今まではマイハウスに行くか、クエスト行ってキャンプに入るかしかダメだったの。拠点で帰らなかったんだよね。すっげえめんどくせえと思ってて、まあ、ようやく待望の実装って
感じだね。これは嬉しい人いるんじゃん。俺めんどくさすぎてアイルの装備別に変えなくていいやとか、アイルのそのお供道具変えなくていいやって人間になったから、これはすごいね、本当に革命。自分の中ではこれめちゃくちゃでかい出来事だわ。てなわけで、さらば。